はい、それでは目標記録突破賞を受賞されました明倫中学校の片山拓也選手にインタビューしていきたいと思います。片山選手おめでとうございます。ありがとうございます。緊張している様子ですが受賞されていかがですか。はい、受賞できたことは嬉しいんですが、まだまだこの結果に満足せずに もっと上の賞を取れるように頑張りたいです。すごい、中学校3年生で謙虚な姿勢素晴らしいと思います。次高校生になって、また目標ができると思うんですけれども、高校に入ってからの目標抱負を聞かせてください。はい、高校に入ったらまずと、来年ある岩手での国体に出場したいです。そして高校3年生の時に開かれる福井国体で入賞したいです。ありがとうございます。これからも応援しております。ありがとうございました。